野中4丁目の食肉専門店肉焼きクリンで1月22日宇部高専の学生2人が開発した弁当の販売を始めました。食品ロス削減と地域活性化の両立が目的です。開発した弁当はオーダーメイド型のカツコイ弁当、冷蔵ケースのトンカツやチキンカツ、メンチカツなど数種類の中から食べたい材料を選んで注文すると厨房ですぐに揚げてくれます。ご飯は 150g と 250g を用意しています。物質工学科2年の大西小春さんと岡本鈴香さんが同校の課題解決型地域教育の一環として取り組みました。期間は2月2日までですが、好評なら延長する可能性もあります。2人は従来の食品ロス削減商品は見た目や味などの問題から購買意欲が湧かなかった経験に着目し、美味しくて栄養価もあり、しかも食べ残しのない弁当を作り、高専生や隣接する山口大工学部の学生に食べてもらうことで目的の達成を図ることにしました。